派手に噛む効果。組の忍び頭を東の扉へ。秀吉様と伊達の存在は歴然でございます。私が伊達に政宗様にできることは。
びの皆様、あとはよろしくお願いいたします。手の力を思い知ったか。今よ、伊達勢をお出森城に釘付けにせよ。さすれば最上が容易に伊達本陣を奪える。やはり足ならも出てきたか。計算通りよ。ここでまとめて打ち果たしてくれるわ。その隙に伊達本陣を突くのだ。開門。やってみせる。任せな。出よったぞ、もがり。ここで決着をつけてくれるわ。やはり出番でおいでですか。ご命令はお見通しでございます。最上までおいで。人気者大霊魔さんで。大したことはありません。恐れながら、定からの要請を受け、上杉軍来襲の可能性が大でございます。上杉は最上と攻撃を狙ってまいり、南の谷で周辺を警戒するのがよろしい。正宗、貴様にはもうついていけん。わしらは今より最上につく。開門。なんじゃと。バカめ、わしに逆らうならば根絶やしじゃ。見つかってしまったか。急ぎ引かねば。上杉の偵察の方とお見受けいたします。捕らえ、上杉軍の動きを吐かせましょう。少々手荒でしたが、貴重なお話を聞きました。上杉に備え、本陣の警戒を強めましょう。私が貴様に戦を教えてやるわ。開門。正宗が捕
知らないでいいか。戦を教えてやるだと。よう言うてくれな。その減らす口必ず塞いでくれよ。押し焼きの首わし自ら取ってくれ。汚れながらお一人で突出の警察官マサムレ無謀でございます。あとは我らにお任せください。欧州の覇者を決める華々しい戦、俺も混ぜてもらおうか。暴れてるなに。バカめ、ここはわし一人で十分よ。マサムレ様、お怪我はございませんか。やってみせる、やってみせる。無謀な我々を控えくださいませ。さすがはではの言う、そんなに申し上げた。いい試合だったぜ。佐竹、野上、アシア、全て打ち破った。わしこそ欧州の覇者、このまま天下へ。開門。欧州の王になる伊達の野蛮人ども、フェスの国を手成敗していく。真田幸村健三、日頃のご恩に報いるため上杉に加勢いたす。だが上杉のおせっかいどもが、欧州は伊達のものじゃ、引っ込んでおれ。欧州に足を踏み入れるでないわ。欧州は制覇した。次は天下じゃ。次の政宗様の相手は天下人秀吉。並の敵ではない。何か方策を考えるか。久々に染み入れる戦を堪能したぜ。いや、欧州ってのはいいところだね。